どこ開けるんだ、ちょ、こっち、どこ開けたらいいね、すみません、開けていただけませんか、お願い、いや、よかった、どうも、失礼いたします。どうぞ。あ、はい、じゃあ、遠慮なく座らせていただきます。座れるの？座れます。はい。はじめまして、ガチャピンと申します。今日は僕のためにお時間を作っていただき、誠にありがとうございます。はじめまして、梅影です。ガチャピンってそんなに礼儀正しいこと言えるんですね。いやいやいや、生き残るためにはご挨拶はきちんとしないといけませんから。なんか大人だよね。そうですか、5歳なんです5歳に見えない ありがとうございます。ですね、はい、早速ですが、今日はいくつかお願いがありまして、直談判させていただきにやってまいった次第でございます。直談判で何かあって、そんなに、ちょっと見ていただきたいものがありましてですね、ちょっと待ってくださいね。何でしょう。ちょっと待ってくださいね。見ていただきたい、見ていただきたい、開かない、やっていただいてもいいですか。ありがとうございます。はい、僕のお名前の下に書いてあるそこの部分のことなんですけど、しっかり見てください。なんて書いてありますか。見習い YouTuber。 そうなんです、僕昨日で YouTuber になって丸1年経ったんですよ。なのになんで僕はまだ見習い YouTuber なんですか。動画もほぼ毎日投稿してきましたよ、みんなで協力して。なんなら1日2本って時もありました。再生数も100万回を超えるものもいっぱいいっぱいいっぱいあるんです。だからこの見習い、この見習いの部分を外していただきたいんです。なるほどね。ガチャ、落ち着いて、分かったから。ちょっと失礼いたしました。なんだか興奮しちゃって。よかった、はい、他になんかまだあるんだっけ。あ、そうだそうだ、忘れていました。実は今日僕のお友達も呼んでいるので、ちょっとお待ちいただいてよろしいですか。はい、呼んでまいります。ガチャピンチャンネル。ちょっと入った、お待たせいたしました。どうも、はじめまして、ムックと申します。はじめまして、梅影です。よろしくお願いいたします。いや、もちろん知ってますよ、ムックは。そうなんですか。はい、昔から見てるしね、チャンネルも出てるんで。あら、はい、いや、私のことご存知なんてもうとっても嬉しいです。ピアノもね、すごいですもんね。あら、そんなことまでご存知なんですか。いや、ありがとうございます。じゃあ、私これお近づきの印に私の大好きなおせんべい持ってまいりましたので。え、何これ。私のね、大好きなおせんべいなんですよ。ありがとうございます。僕またなんか小ずるいこと考えてるでしょ。そう、そんなことないですよ。偉い方にはこれくらいするの常識だって私教わったもんです。どこで誰にそんなこと教わったのさ。周りの大人の人に教えてもらったんですよ。そうなの。はいはいはい。で、今日はどうしたんですか、ムックは。ちょっといろいろとお願いしたいことがございましてね。ああ、どうぞ座ってください。ありがとうございます。では、失礼いたします。じゃあ改めましてなんですが、梅影さんもおっしゃっていたように、ムックが僕のチャンネルにちょくちょく出てくれていて、その中でもムックの演奏動画がすっごくすっごくすっごく回っているんです。そうなんですよ。大変恐縮なんですけれども、私の演奏動画がもうすっごくすっごくすっごく回っちゃっておりましてね。まあ、いや、なんて言うんですか、私 YouTube に合ってるんじゃないかなと、 YouTube に愛されちゃやってるんじゃないかなと、いや、思っただけですよ、思っただけなんですけどもね。ごまく、落ち着いて。失礼しました、ちょっと興奮しちゃいました、ごめんなさいね。はい、それでですね、やっぱり僕
ムクと一緒にやるのがいいんです、はい、ずっとムクと一緒にやりたいんです、はい、だからムクも僕と同じくウームさんに契約していただきたいんです。どうでしょうか。なるほど、そうだね。はい、あの、うん、私ちゃんとこちら履歴書も書いてまいりました。あ、履歴書、履歴書あるんだムックに。そう、履歴書は必須ですから僕がムックに書いてくるようにと言いました。大人の人に教わりながらちゃんと書いてまいりました、はい、ガチャピンにも履歴書あったもんね。はい、そうです、ありました。あ、よかったら見てください。あ、いいチャンスですか。いいの、はい、ムックとお台場に住んでるさ。はい、今はお台場のところに。あ、なるほど。以前はちょっと違うとこだったんです。そうですよね、はい、なるほどね。出身は北極なんですか。北極の近くの島で私見つけられました。なるほど、はい、いつ頃日本に。あれはもう46年ぐらい前ですかね。そうね、ね、そこでガチャピンと会ったんですよ、はい、日本に。そうなんです。衝撃の出会いですよね。はい、分かりました。はい、ご覧いただいて分かりますようにムックすごいでしょ。いや、すごいですね。サックスもできますしね。はい、すごいですよね。ピアノなんかいかがですか。ね、ピアノも見え、感動しましたよ。あら、ありがとうございます。よかったみんなもびっくりしてましたしね。嬉しいです。いや、あの動画はね、もういろんなところで話題になりまして、私も本当に嬉しかったんですよ。そうか、じゃあムックは YouTuber でいきましょうか。本当ですか。本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなあっさり、まさかこんなにあっさり決まるとは、ね、いやよかった。で、最初に僕が言った見習い YouTuber の件なんですけど、どうでしょうか。あの見習いを外していただけませんでしょうか。ガチャピンはもうちょっと見習いにいいんじゃないですかね。どうしてですか。いや、ガチャピンはもっとできるでしょ。まだ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 満足してないと思ってるんで。どうですか。あ、そうですね、確かにね、高みを目指してやっていきたいと思っておりますので。それにね、目標はチャンネル登録者数100万人ですから。仕方ないですね。わかりました。それではまた来年改めてこちらの件は交渉しに来たいと思います。それまでムックとスタッフさんと一緒に頑張ります。頑張ります。はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。100万人目指します。あの、100万人いったら梅影さんから何かご褒美とかそんなのとかあったりします。そうですね、そうですね、100万人いったらじゃあなんか一緒にお祝いしましょう。本当ですか。やったやったやったやりました。よかったね、よかったね。あとですね、梅影さん、はい、ちょっと申し上げにくいことなんですけどもね、私も正式に契約したということで、お給金の件なんですけれども。それ大事大事、ね、なるほど。それいくらぐらいなんだろう。1本立つくらい